もう10年くらい前ですが、世良三代目が死んだ後、東条会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくって、ダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東条会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな町のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや。四代目、やるな。この先に通路があります。こいつをどかしたら。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。そこのはしごを使って上へ行きましょう。
Oh.
Oh.